ドイツの2023年通年の実質 GDP 国内総生産は前の年と比べて0.3%減少し新型コロナの影響を強く受けた2020年以来3年ぶりのマイナスとなりました主要国では唯一のマイナス成長とみられます物価高騰と金利高が続く中個人消費が0.8%減少しました 国内外の需要が弱く輸入は3%のマイナス、輸出は1.8%のマイナスでした。